今、子どもたちが命の危険にさらされています。パラリンピックに学徒動員されているのです。自民党の政権と東京都知事で自民党の小池百合ばあさん、この奴らは利権にはしゃいでいるのです。ところで25日に暴力団の工藤会に死刑判決が出ましたね。裁判長に脅しの言葉を吐くって驚きました。工藤会に金を出して己の政治に利用しているのが安倍晋三です。安倍の火炎瓶事件、ネットで検索すればわかります。安倍の手下の荻生がパラリンピック学徒動員をやっています。八王子が心配。他の市区町村も危ないです。荻生はとにかく汚いやつです。荻生は人の道を踏み外しています。子供たちを守りましょう。パラリンピックはテレビで見てください。自民党を根本的に蹴散らすには、選挙で自民党に投票する過ちを犯さないことです。